도치자! 離れの 錬金術師と呼ばれる男が こんな小さな子供だったとは。 自己言うな！ お兄さん、多分今のは背丈のことじゃないと思うよ。 たとえそうだっても許そうわ。 さすが鋼の錬金術師、エドワード・エルリックさん。 ご協力ありがとうございます。 いえ、僕は弟のアルフォンス・エルリックで。 体を元に戻す手がかりは見つかったのかね。 そんな暇くれねくせに。 よーロイ、 氷結の錬金術師の身柄拘束とはとんだ命令で災難だったな。 それともセントラル護衛店のチャンスか。 もしかして君たちエルリック兄弟か。 いやー、最年少の国家錬金術師に会えるとは光栄だな。 俺はマースヒルズ中佐だ。 僕は弟のアルフォンス・エルリックです。 何！？ そっちが鋼の錬金術師だったのか。 ちっこい言うなよ、ちっこい。 ヒューズ。 うん。 用がないなら直ちに帰りたまえ。 帰るさ、用が済んだらな。 うん？ 君たち、どうせ宿決まってないんだろ。 だったらうちに来いよ。 の？ グレーシアと娘のエリシアだ。エリシアちゃん、パパおいでいたい。そうか、ジョーリ、ジョーリ。ほら、今日のお客さんエルリック兄弟だよ。おっきい、ちっちゃい。 エリシアちゃん、俺はエドワード・エルリック。こっちが弟のアルフォンス・エルリック。わかる？弟なの。お兄ちゃんなのになんでちっちゃいの？ほら、ほら、もう見なかったのか。あれって？いや、なんでもない。こら、私のオートミール変形させないで。俺の頭は変形してもいいのかよ。つーっ、バグ。 可愛げのね、機械オータだぜ。可愛げなくて結構。機械オータ結構。私、あんたが元の体に戻るまで、サポートするって決めたんだから。はあ。っていう風に用心暗殺があるかもしれないからさ、この試験方法を見直した方がいいんじゃない？ なかなか肝は据わっておる。だが世界の広さを知らぬ。 ん？ うわ！ 残りの試験も頑張りたまえ、若すぎる錬金術師よ。いつも